今回はこの人を取り上げるぜ。大東帝国体操、文武大成高校校庭、理性人だぜ。超ウルトラスーパー有名人じゃないの。日本史で言えば、源頼朝や徳川家康並みの有名人だ。高教育を受けた中国人なら、みんな知っているレベルのメジャーな人物を、紹介してしまうんだなぁ。やばいわね。だが今回話すのは李世民の英雄譚、東王朝建国物語ではない。李世民という人間について話していくんだぜ。ほーん。おや、霊夢は興味がなさそうだな。あたしゃ、痛快な英雄譚の方が好きなのよね。東王朝建国までも多少話すので許してくれぜ。李世民は中国史上屈指の名君ではあるが、ちょっと小市民的な人物なんだ。偉大な皇帝なのに。ああ、まあ聞いてくれぜ。この動画は歴史のチンギスとロマンを追い求める、鳥人間の提供でお送りします。李世民は大東帝国、二代目の皇帝で事実上の建国者とも言える。彼は古くから名君として知られ、その治世は年号から、貞観の治と呼ばれ、よく治まった模範的な時代とされた。隋末、七里園が挙兵すると李世民もそれに従った。この時、李世民は二十歳であったが都の長安へ攻め上った。李園が挙兵した頃、隋は滅びる寸前で各地は群雄割拠の状態だったぜ。この戦乱の時代は後漢末期の状態によく似ている。数々の君主が将軍や暴臣を従えてしのぎを削っていたぜ。李淵の勢力が長安を手に入れた後、李世民は軍を率いて転戦し、各地で戦功を立てていったぜ。軽騎兵を主体とした機動戦術を駆使して勝利を重ねた李世民は、武功を上げながら優勝知勝をかき集めていった。これら配下の活躍もあり、遊武衆や東建徳、王政従といった。群雄を破っていった、この活躍によって、唐は天下統一を成し遂げた。ただ、ここで非常に大きな問題が発生してしまうんだぜ。勲功第一の李世民が唐の初代皇帝李淵の、次男、だったということだ。本来なら後継ぎは李淵の長男李建成だが、李世民は有能すぎたして柄を立てすぎた。皇太子李建成と李世民との対立が起こってしまったのだぜ。兄弟間の熾烈な暗闘の末、李世民は決定的な行動を起こす。626年、李世民は配下を率いて長安の玄武門で、兄李建成と弟李元吉を待ち伏せて殺害したのだぜ。その上、七里園に攘夷を迫り、帝位についたのだぜ。これが史上有名な玄武門の変、だぜ。李世民はクーデターを起こし、流血を伴いながら帝位についた。兄と弟を殺害し、父を幽閉して帝位についた李世民だったが、李世民の下で唐は空前の繁栄を遂げることとなる。国内には平和がもたらされ、産業は発展し、文化は隆盛を極めた。保元令、徒受解といった優れた政治家が国内を安定させ、李世民自身が陣頭に立つこともあった外政で周辺諸国を従わせることができたのが、その要因だぜ。北方の遊牧民族、突厥を征服した李世民は天下元の称号を贈られたぜ。北方の遊牧民族の撃破は李世民の出自も関係しているかもしれない。李世民は政治、軍事に多大な成功を収めたが、失敗もあった。家臣の反対を押し切って行った高句麗遠征がそれだぜ。自らが指揮をしたものの成果を上げることができなかった。また、後継者問題で大いに悩み、結局皇太子を、おとなしくて従順な構想としたが、この判断は、李世民の死後、東王朝に混乱をもたらすこととなってしまう。李世民は晩年、長寿を求めて怪しい戦薬を服用したり、積極的に祈祷を行ったのも、皇太子に不安があったということも考えられる。というのが、簡単にまとめた李世民の生涯だぜ。最晩年の一時期を除き、その生涯のほとんどが栄光に包まれてるぜ。乱世を戦い抜き、20代で皇帝位についてから広大な領土を征服。全盛を敷いて芸術を発展させた、
スーパーメイ君だ。李世民が非常に優れた皇帝であったことはお分かりいただけたと思う。お分かりしたわー。というわけで、ここからは、李世民という人間について話していこう。まず李世民を語る前に、彼の東建国までの活躍には、誇張が含まれている、ということに触れておこう。李世民が父李淵を促して挙兵し、戦勝を重ねて唐王朝が建国された。という流れは東大の歴史書編纂事業の中で伝えられた話だ。東大から歴史書の編纂が国家事業となり、役人が分担して、書いていくようになった。それまでは、司馬遷の史記や陳寿の三国志のように個人の著作だった。正史が国家事業になったのだぜ。東大以降、正史は内容が定型化され無味乾燥になり国家の意図が、大いに入るようになったのだぜ。この正史編纂事業は李世民も参加しており、自ら一部を執筆するほどの力の入れようだったのだぜ。公式の記録、正史では李世民は偉大な皇帝として、相当、持ち上げられているのだぜ。持ち上げに持ち上げて、正史は李世民の行ったことを正当化している。皇太子殺しの上、父親を退位させている。半隋の挙兵から唐の建国まで、李世民の力によってなされた。としなければ李世民の行いは正当化できなかったのだぜ。正史では優柔不断な李淵の挙兵は李世民が促したとされるが、同時代の史料では挙兵は李淵が主導したものとされる。また正史では李建成や李元吉が無能な悪人のように描かれている。これも玄武門の変の兄弟殺しの正当化だ。ただし、誇張が含まれているからといって李世民の軍事的才能を否定することはできない。彼の力が唐王朝を立てるのに必要不可欠であったのは間違いがない。また、李世民は自分の出自にコンプレックスを持っていたようだ。唐王朝の李氏は公式には老子の子孫とされているが、実際は鮮卑族の卓抜部の末裔だ。諸民族入り乱れる五胡十六国時代から南北朝を経て隋唐に至る。李氏も漢民族以外の諸民族をルーツに持っていた。李世民の卓越した軽騎兵の運用は馬に親しんでいた部族の血筋とも考えられるが、李世民としてはこの出自をコンプレックスに思っていたようで、漢民族の貴族文化をことのほか愛した。絵画や書道など南朝で発展した漢民族の芸術を保護し、特に書生と呼ばれる、王羲之の書が大好きで彼の傑作、蘭亭序、自らの亡骸と共に収めさせたという。李氏のルーツについては王朝のタブーであり、事実に言及する者は死罪や流罪に処された。普段は寛容な李世民も、この件に触れることは許さなかったのだぜ。とまあ、クーデターの正当化や血筋の書き換えを司書で行ったが、これは歴史的にはごくごく普通のことだぜ。非難される程度のことでもないしよくある話だ。ただ、李世民の性質として特に面白いのは、非常に人の目を気にしていたことだぜ。自分が人からどう見られているか、歴史的にどう評価されるか、異様に気にする人物だったのだぜ。他人のこと何回に介さず、我が道を行くのが英雄って感じがするけど、李世民は紛れもなく中国史の英雄だ。でも英雄や名君だとみんなから思われたかった英雄だったぜ。霊夢は、帰居中、というものを知ってるか。ピカチュウあかん。帰居中というのは、皇帝の一日の行動を記録し、司書の材料にする制度のことだぜ。皇帝の発言や行動について事務的に記録されるものだ。李世民はこれを見たがった。帰居中は本来、皇帝が見るようなものではないのだが、李世民は自分のことが書かれているとなると気になって気になって仕方がなく、何度も見せろと言っては、記録する役人や宰相にたしなめられている。で、結局見たの？多分、見ただろうな。多少かっこよく粉飾させただろう。やってることちっちゃくない。まあ、英雄っぽくはないけど、親しみは持てるかな。でも、李世民の周りの目が気になる性質は、良い方向にも働いたぜ。
上岸の地がまさにそれだ。兄弟を殺して父を幽閉して即位したのだから。これで悪政を行ったら、後世の評価は暴君確定だぜ。暴君とされるのは絶対に嫌だ、と李世民は国家のために必死で努力した。実際に明君であろうと精力的に政務、軍務を行った。その結果が大東帝国の繁栄なら、李世民は結果的に、本当の明君だったと言えるぜ。また、もともと寛容な人物であったことも成功の要因だぜ。李世民は本人の能力も高いが、有能な家臣が揃ったことが、東朝初期の繁栄につながった。人を引きつける李世民の人間的魅力や有能な人間を見抜く眼力は、誇張なしに優れたものだったのだぜ。暴言令、と樹海といった二人の名宰相。元李建成の幕僚で諫言を多く行った議長。猛将、鬱地啓徳、名将、李世、李石、などなど、きら星のごとく集まった後進が李世民を盛り立てた。これら名臣が集い、李世民を支えたのだぜ。というわけで、明君になりたかった李世民は実際に明君になった。やったぜ。出自のコンプレックスもあったし、人の目を非常に気にする人物だったが、そんな人が中国屈指の明君だというのが面白いぜ。今日はここまでね。そうだぜ。無言で消えよった。チャンネル登録、コメント、グッドボタン。ありがとうぜ。また次回お会いしようぜ。